ございます。おはようございます。今バクル場にいます。今日行くのはサウナ。おう、はい、こちらのサウナ室も茶室をイメージしたデザインとなっております。畳です。ロウリュができます、はい、水風呂もあります。でなんかコンセプトとしては、はい、仲間と語り合うとかコミュニケーションするための空間、はい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 、今はこうなんか沐浴が当たり前でサウナ室では喋っちゃいけないっていうのがこう、うん、まあどこのね、うん、施設でも推奨している形じゃないですか、ね、こちらでは、うん、こう一緒に入るお友達であったりと話をしながらゆっくり楽しましょうよ、うん、そんな空間が提供されるということで、それでなんかカフェが創設してるんですよ。ここでサウナ後に、うん、まあ、ドリンクだったりご飯だったり食べれるし、うん、サウナ中、うん、サウナ入ってる間にそこで多分作ってるドリンクを注文してスタッフさんがお部屋の前まで持ってきてくれるっていうサービスもあるんだって。あるんだって。非常に楽しみですね、はいはい、ではこれからサウナを行ってくるんですけど、その前に皆さんチャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。では早速行ってみよう。レッツゴー。あ、あれな気がする。でしょ、螺旋階段。
噂に聞いてた茶室をイメージしたサウナ室、はい、よかったね。サウナが結構ロウリュが熱くなった。結構熱くなる。一杯でも全然十分だし、うん、水風呂がすごい冷たかった、うん、あれ何度だろう、15度以下だったかもしれない。いや16、7ではなかった。あれは、うん、よかった。あれロウリュの香りはどんなのですか。多分お花、お花の香りがした、うん、そうね。あとなんかさ、うん、なんかトイレも、あと洗面台っていうかもう全部綺麗にさ、うん、その空間の中に収まってるから、うん、なんかすごい安心してサウナを楽しめた。女子会とかにいいよね。なんか、うん、なんだろうな、なんかね、うんうん、サウナに集中はするんだけど、うん、なんだろう、周りの環境がすごくおしゃれだから、うんうん、おしゃれすぎてなのか分かんないけど、うん、なんかこう雑談したくなっちゃう自分がいた。やりたいな女子会。いいと思うよ。なんか水着もオプションで借りれるはずよ、うん、確か。そうなんだ、うん、すごいおしゃれな水着がグッズでも販売してたし。ただね、男同士で来るにはちょっとなんか変な感じになんなっていう。どうだろう、分かんなくない？なんか最近のさ、男の子たち分かんないけど、うん、なんか結構さ、可愛いものとか綺麗なものとかさ、あ、好きだからね。そういう空間も全然さ、うん、行くじゃん。今日ちょっとどうしても食べたいもの私あるんで、ついてきてください。いいですか？サウナ物産店に行ってきました。行きました、はい、これからちょっと新宿から出て新大久保行って野方に寄ります。サウナサンクチュアリに行ってきたいと思います。サンクチュアリに GO。おはようございます。おはようございます。今日は西武新宿線野方駅の方にございます。サウナサンクチュアリ会員制の、はい、プライベートサウナですね。今回はビジターで来ます。はい、多分無人だと思うんですよね。でなんかセキュリティロックを解除してきてお部屋まで行くと、でそのお部屋がめちゃめちゃ広いみたいなんですよ。なんかね、あの会員さんは宿泊もできるみたい で、うん、でなんかベッドとかもあるわけです。休憩でなんかすごい大きなテレビとかもあるし、お風呂もついてるし、あのサウナ前にはお風呂で足流して洗える、なんかね冷蔵庫とかもあるって言ってたから、キッチンとかがあるのかもしれない。それで屋上に行くと、うん、バリルサウナがあるということですね。で水風呂もございます。チラーとかは特についていないので、うん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 、季節によって温度変化がある、うん、なんせ外気浴がめちゃめちゃ気持ちいいと。なるほど、うん、すごいいい景色が待っているそうなんです。開放的だね。はい、はい。